皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。今日ですね、2月の勝者シリーズ行ってみたいなというふうに思います。まあ、先日ね、10巻が発売されました。皆さんもね、早速読んだっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけども、今日はね、この2月の勝者10巻に出てくる、まあ、ワードであったりとか、場面っていうところをもうテーマにしてですね、まあ、親としての中学受験ということでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、できるだけね、ストーリーのネタバレにはならないようにお話に関してはしていきたいなというふうに思いますので、まあ、まだ読んでないよっていう方もね、ぜひ聞いていただければなと思います。ではね、早速最初の場面からお話してみたいと思うんですけども、まあ、最初はですね、まあ、1月、2月というこの時期に、まあ、危機がね、やってくると、まあ、クライシスがやってくるっていうことが、最初の序盤にね、描かれています。舞台は6年生のね、11月の時期になっているので、まあ、現実のね、今1月って考えると、6年生ね、もうすでに時系列追い抜かしてしまったっていうものになっているんで、少し前の時期のね、お話になりますけども、まあ、この11月の時期と6年生のね、それとこの1月っていうね、今現時点、まあその時ね、当時僕が親として中学受験やっていた時どうだったかなっていうことも含めて、少しね、このクライシスっていうところをお話してみたいなというふうに思います。まず、まあ11月に関してはですね、物語の中で出てくるように、まあ、合格判定模試っていうのはね、6年生は毎月毎月受けている時期になります。なので、まあ、志望校のね、合格判定が、まあ、80% なのか、50% なのか、30% なのかっていうのが毎月出てくるので、このあたりはね、どうしても、まあ、精神的にね、落ち着かない時期ではあるのかなというふうには思います。ただ、まあ、この時期ね、すごく僕自身がね、印象として残ってることがあるので、せっかくなのでね、ちょっとお話してみたいと思うんですが、まあ、特にね、男の子、普段からね、ケアレスミスが多い子っていうのは、いると思います。で、まあ、うちもね、これまでの動画でそういったケアレスミスの話、まあ、あったんですよねっていうお話してきたことあったんですけども、まあ、この時期にね、やっぱ、志望校の判定で何パーセントっていうふうに出たのが、まあ、ケアレスミスをね、してしまうことによって、まあ、パーセンテージがね、10% 下がったりするんですよ。要はまあ、1問正解してれば、まあ、例えば 50% だったのが 60% だよねとか、まあ、そういうふうに 10% は変わってくる。場合によっては 20% 変わってくるっていうことを、まあ、子供自身もね、その数値で見ることができるんですね。で、まあ、それまではケアレスミスっていうのはできるだけね、やっぱなくしてこうねって言っても、なかなかね、なくならないっていうのがずっと続いてはいたんですけど、まあ、この時期にようやくね、ケアレスミスさえしなければ、しっかりね、合格に、到達するね、点数が取れるんだなっていうことを、子供自身がね、まあ、実感できた時期かなっていうふうに思っています。なのでまあ今ね、こう、まあ特に5年生以下だとケアレスミスがね、続いてしまってるっていう子供たちいるとは思うんですけども、まあ今ね、言ってもやっぱり次のテストでミスが出てしまうっていうことあると思うんですが、言い続けていれば、本当ね、6年生のこの時期に、まあ親がね、ずっと口酸っぱく言ってたのは、こういうことなんだなっていうことを実感することができる時期でもあるかなというふうに思いますので、マイナス面のね、その精神的危機っていうのももちろんあるかもしれないですけど、この時期だからこそっていうプラスの面も出てくるのがこの6年生の11月かなっていう印象がまずね、自分の中にあります。で、次にね、1月の時期っていうところのね、クライシス。まあ、せっかく今ね、1月なのでお話してみたいと思うんですけど、まあ、1月になるとですね、まあ、今首都圏に関しては埼玉の入試が始まりまして、まあ、結果もね、そろそろ出てる時期なんじゃないかと思いますし、関西に関しても今ね、入試がいよいよっていう時期になっているんですが、まあ、1月はね、もうやっぱ本番がこうスタートしてくると、まあ、本当に始まったんだなっていうことをね、まあ、変なね、感覚になりますけども、受験する日来るのかなっていうふうに思っていた日が本当に来たんだなっていうふうに思ったのが1月でした。だから、こう、ね、意気込んで、よしっていう感じで、本番を迎えるっていうふうにね、それまではイメージしてたんですけども、まあ、毎日毎日の繰り返し、そしてね、翌日、普通に今まで模試を受けてきたかのように、まあ、同じようにね、入試がスタートするっていう、なんか変なね、感覚のまま本番を迎えていったっていうのが、1月だった記憶があります。なんかこう、危機というよりは、こう、ふわふわしてる感じっていうんですかね。本当にまあ、これで、結果がね、出揃ってしまうんだなっていうことが、もうこの1ヶ月でね、続いていくんだなっていうことが、まあ、あったのが1月だった記憶なので、まあ、個人的にはね、そのクライシスというよりは、なんかこう、落ち着かない日々、まあまあ、野獣しかないかっていうところも含めてですけどね。まあ、このまんま本当に入試始まって、最後の2月がね、終わっていくんだなっていうことを、まあ、なんとなく思ってたのが、この1月の時期っていうね、記憶になっています。で、次にね、漫画の中で、次のストーリーっていうところね、次の場面っていうところに移っていきたいと思うんですけども、まあ、直前期にね、個別指導であったり、まあ、家庭教師の先生をね、どうしようかなっていうような場面が、出てくるところがあります。
で、これに関してはですね、まあいろいろ皆さんも思ったことあると思うんですよ。まあ直前期にね、個別指導だったり家庭教師の先生っていい先生空いてないんじゃないかなっていうふうに、まあ思ったりすることもあるんですけどね。まあこの直前期の家庭教師だったり個別指導っていうところについてね、少し、まあ自分が思ってること、まあ皆さんにね、がこれから、まあ特に見ていただいてるのは5年生以下のね、親御様の方が特に多いかと思うので、実際この時期の、まあ家庭教師だったり、そういった、個別指導っていうところどうなのっていうことについてね、自分が思ってることを一つお話してみたいと思います。で、6年生のね、この直前期っていうのは、まあ塾に行って、まあもう志望校対策受けてっていうこともあるんですけど、家だとほとんどね、過去問演習っていうふうに移っている時期になります。で、まあこの過去問をね、解いている時期に、結構ね、やっぱあらかじめちょっと親御さんとしては、まあどうするかっていうことを考えておいた方がいいっていうことがあるんですけど、まあ過去問の、まあ採点なんですよね。で、これはおかゆの塾によってはね、まあ過去問解いて、その回答をね、すぐ先生に持っていけば、その場で、まあ採点してくれたり、解説してくれる塾っていうのもあると思うんですけども、まあ大手の塾だと、まあもちろんやってくれればするんですけど、まあ出してね、帰ってくるのにも少し時間がかかるっていう塾も結構あると思います。で、これに関しては親御様が、まあ採点をしてね、まあもちろんその、まあ見本というか、回答例っていうのを見て、まあ明らかにね、丸か×かで判断できるものは親でも丸付けできるんですけど、まあ特にね、記述、まあ国語、まああと理科、社会が、まあ記述出てくることあると思います。で、算数に関しては、その問題の解説がね、親御様ができるよっていうことであれば、過去問解いた時に、まあ、すぐ見直しをして、ここはこういう考え方で行った方がいいよねっていうことはできるんですけど、なかなかね、やっぱ採点って難しいんですよ。で、例えばその、まあ、10点満点っていうことがね、記述である中で、まあ、10点与えるっていうのも、なかなかね、やっぱ親としても10点与えて計算しちゃっていいのかなっていうふうに思ってしまったり、逆に厳しめに、大体合ってると思うけど、一応6点にしとこうかってると、やっぱ点数が下がっていってしまうので、まあ、正解してるのかどうなのか、まあ何点なんだろうかっていうことが、非常にね、判断が難しいのが過去問なんですね。だから、まあそこに関しては、その6年生の過去問を解く時期に、まあ採点をね、まあ塾の先生にすぐ頼めるのかどうか、もしくはこの時期に、まあ個別指導であったり、家庭教師の先生を頼んでいれば、まあ例年の経験からね、まあ、この問題は大体何点ぐらいで、解説に関してはここはこういうところがまあポイントなんだよねっていうことを、まあ、解いた後すぐね、お子様に対してそのまあ見直しをしていくっていうことがまあできる環境をね、整えておくってことは非常に重要な時期になると思います。だからまあ今ね、家庭学習、まあ塾に行って、まああと家で復習してるよっていうご家庭ももちろんたくさんいると思いますし、家庭教師もね、別途頼んでるよっていうご家庭もあると思うんですけど、過去問の採点に関してはその時期どうなるかっていうことは、今岡山塾含めてね、まあその当時どんな風に準備していけばいいのか、まあ逆に塾でそういったところはすぐやってくれるのかどうかっていうことに関しては、まあ今の時点からね、確認をしておくっていうことは結構重要なことかなというふうに思いますので、特に5年生はね、もうあと10ヶ月ちょっとぐらいしたらね、この11月っていうこの漫画に出てくるシーズンになりますので、まあ今からそういったところもぜひ、調査をね、していただきたいなというふうに思います。で、そしてね、まあ次の、まあ場面といいますか、僕がね、この漫画10巻を読んで、まあ思ったことっていうことで、もう一つね、お話してみたいと思うんですけど、これね、さっきお話したところと少しね、繋がってくるお話になります。まあ、オメガクラスに通ってる、まあ、塾、オメガクラスっていうのは成績がね、上の方のクラス、オメガクラスっていうね、漫画ではなってるんですけど、オメガクラスの、まあ、お母さんたちっていうのは、結構ね、早くからしっかり準備をしているっていう場面が描かれていたんですよ。っていうのは、例えばその、毛利くんかな合ってるかな毛利くんのお母さんは、3年間ね、学校の PTA を務めて、先輩たちの情報収集をしていたんですっていうことをね、が漫画の中で描かれていました。で、もう一つね、上杉くんのお母さんは、6年生のこの直前期、2年前から家庭教師の先生を一応予約をしていたっていうね、セリフが出てきたんですよ。で、まあこれね、あくまでも漫画の世界の話っていうことで言いますけども、成績がいいこの、お母さんっていうのはやっぱりね、早めから準備をしている、いろんなことを想定しているんだなっていうことが、まあこのね、細かい描写かもしれないですけど、描かれているなっていうふうに、個人的にね、すごく思いました。で、逆にその、まあこれがね、成績ちょっと、まあ R クラスのお母さんたちはそういったところを聞いて、3年前からそんなことをね、考えて3年間 PTA 自分はできないわーっていうセリフ、まあそれはそれね、PTA
やった方がいいですよってことじゃないので、まあ、なんかね、その PTA やってくださいってことじゃないんですけど、やっぱ早くから準備をするってことは、非常にね、有効になると思います。なので今ね、こういったことも、まあ、今ね、やっぱりこう、今目の前のことって非常に、ね、一番気になることではあるとは思うんですけど、その先のことも踏まえて準備をしておくってことは、もしかしたらね、この成績、お子さんの成績につながってくるんじゃないかっていうのも、このね、10巻では描かれてたなっていうふうに思っています。で、最後ね、まあ、また、最後物語は、それぞれの子供たちがですね、まあ、志望校のその模試を受けて、まあ、合格判定が 40% だったとか、50% だったっていうところをね、みんな、子供たちが頑張ってる姿が、まあ、描かれていくんですけども、まあ、成績がね、いいクラスの子供たちも、そうでないクラスの子供たちもみんな同じようにね、なんとかこう少しでも点数を取って本番を迎えられるように一生懸命頑張っているんですよ。で、これは成績がね、まあ、そのいい子っていうのは何かこう特別だったり、あの子はもう全然ね、楽勝だよねって映ってしまうことって通常ね、あったりするんですけど、現実本当ね、そうではなくて、もう本当に例えばその難関校で、志望校としているけども、合格のね、判定が 80%、まあ連発で取ってますよっていう子以外は、基本的なね、こう 60% から 40% っていうのが一番ボリュームゾーンになるので、それぞれの子供たちがもう頑張ってるっていうのが、もう現実の世界でもね、本当にその通りかなと思います。まあ、その読んだ時に、その、例えば、まあ 80% をね、叩き出したい、向かっていければいいと思うんですよ。だけど、例えばその志望校のね、レベルにもよるかもしれないですけども、80% 出てたら、もう一個上のね、偏差値帯の学校も受験できるんじゃないかなって、まあ、きっと思うんですよ。で、そうなれば、その学校の志望校判定っていうのは、やっぱ 40% だったり 50% っていう数値にしかならないので、まあ、なんとかね、そうやって頑張っていこうって、やっぱみんなほとんどの子供たち、本当に最後、一番上の子供たちだけは、まあ、最難関であっても 80% なんでね、なんとかじゃあ 80% の状態でいこうっていう風になるんですけど、本当にそれ以外の子供たちは、どこでも一緒っていうのは、本当現実でも一緒になるので、まあ、ここはね、中学受験は親子の中学受験って言われてる部分もありますけども、やっぱりこう、サポート、まあ、精神的なサポートっていうところも含めてね、小学生の子供たちなので、まあ、やっぱりいい環境の中で、まあ、できるだけね、子供たちには、受験に向かっていくっていうことを、想定していただくっていうのがね、まあ描かれていたのかなっていうふうに思いました。もう一個ね、最後、もう細かいね、ちょっと付け足しになるんですけど、この漫画の中でね、80% の判定が出て、よっしゃーって喜んでる子供の場面出てきます。で、これね、子供先生が、80% がこの時期に出てしまって、ちょっとね、気持ちがこう、浮ついてしまう、まあ調子に乗ってしまうっていうわけじゃないんですけどっていう場面がね、出てくるんですけど、これ実際ね、子供はやっぱり 80% を取ってしまうと、まあ、取ってしまうとっていうか 80% っていう数値が出ると、気持ちがね、少しこう、緩むわけじゃないんですけど、油断するっていうようなね、感覚が出るのも、実際のね、子供たちにはやっぱりいると思います。で、これに関しては、本当にね、ちょっとミスしてしまったり、もしかしたらいつもはね、ここちょっと解けなかったかもしれないって問題も正解しててのは 80% っていうことももちろんあるんですよ。だから 80% を取った次のね、合格判定模試では、40% まで落ちてしまったなんていうこともザラにある話なので、まあ、気を引き締めるっていうところはね、まあ 80% っていうところに関しても、子供たち本当にね、僅差の争い、一点の争いっていうところになるのが、まあ、中学受験の世界であり、この 10% 刻みも本当数点で変わってくるものなので、まあ、80% 出ても安心はできないよっていうところをね、この漫画ではね、細かくこう描かれていたっていうところも、本当の話だなっていうふうにね、思ったこともちょっと最後お話ししておきます。で、最後の最後ね、クリスマスツリーが、受験本番の合図なんだっていうセリフがね、出てきました。確かにそうだなっていうふうにね、まあ、もう、普段ね、こう、クリスマスって、まあ、皆さんね、過ごし方それぞれだと思うんですけど、まあ、街歩いててね、クリスマスだなっていうふうに感じると、まあ、なんかこう、そういう気分になることって、まあ、ありますよね。だけど、6年生のね、本当にこのクリスマスのシーズンは、周りはなんかそう、そわそわして年末モードっていう風になってるにもかかわらず、まあ自分たちは、まあ我が家はっていうんですかね、まあ親子ともに、そのクリスマスモードっていうのは受験のスタートなんだっていう、ほんとスイッチにね、見えるっていうのは、そのセリフでね、まさしくそうだったなっていうのをね、最後自分思い出したなっていうのが、クリスマスツリーは本場の合図っていうね、セリフで、10巻が終わっていくっていうのが、今回のね、この2月の勝者の、第10巻っていう形になります。
まあ、ということでね、まあ、皆さん、さあ、最後ちょっと宣伝しておきますね。本当に Amazon の、青年コミックランキングでもね、今回今1位になってたっていうね、のがこの2月の勝者になっています。ほとんどのご家庭ね、もちろん読んでると思いますけども、中にはね、ちょっと怖くて、まあ、リアルすぎて読めないっていう方もいるっていう話を聞きます。でもやっぱりこの出てくることっていうのは、いろんなね、中学受験の情報っていうのがありますので、読んでないよっていう方もぜひね、お買い求めいただいて読んでいくっていうのがいいのかなっていうふうに思います。で、最後ね、コピー機のお話少しさせてください。まあ、漫画の中だとね、まあ、しっかり準備をしていく、早めにいろんなことを想定して準備をしていくっていうことがこの10巻でも出てきてたんですけどね、必ず中学受験やってると、まあ、こういったコピーができる環境っていうのは必要になってきます。で、漫画の中でもこれも出てきたんですけど、やっぱり基礎学力、基礎がね、高まっていくと、非常に最後の入試の時にね、やっぱりこの土台が強いっていうのは、重要なことなんだよっていうのもね、漫画で出てきました。やっぱりこう反復学習、解けた問題でも、やっぱりね、小学生は忘れてしまうってことがあったりしますので、まあ過去にね、解いた問題も、もう一度ね、復習する時があるってなって、やっぱりこういったコピー機があると、簡単にね、ご自宅でもう一回解いてみようっていうことができます。なのでね、ぜひ中学受験に向けてはこういった業務コピー機なんかぜひレンタルご検討していただいて頑張っていただきたいなというふうに思っています。まあ、これからもね、中学受験関連の話していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。あとね、動画の高評価なんかもいただけると嬉しいかなというふうに思ってます。ではまた見た、すみません、また噛んでた。ではまたね、皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。受験合格。